エレン、マフラーを巻いてくれてありがとう。そんなの嫌だ。味方に男ができるなんて一生俺だけは思っててほしい。すごい迫力だ。俺が死んだ後も知らなく10年以上は引きずっててほしい。おお、こういう逃げるし、なんて言えばいいんだろうな、どういう気持ちなんだろう。じゃあこの骨の山から縦1メートル横10センチの本体を探し出せってか。そんなことできるわけがねえ。だからもう腹くくるしかねえ。スクワットかな。え、足りない、届いてない。ああ出てなかった、うん、腹は動いてねえな、まだ今日、うん、腹上ずっちゃって肩で芝居してるから、うん、気力で立ってるだけで気力はお腹に宿そうか、うん、自分で腹くくるしかねえっつうから腹をくくろうか、うん、そうした。あんなベテランの人よりも結構細かく指示出すんだ、うん、じゃあシャウトマン行くよ。シャウトマン冗談多いな。じゃあこの骨の山から縦1メートル横10センチの本体を探し出せってか。そんなことできるわけがねえ。だからもう腹くくるしかねえ。はい、けい。この時のハーハーって どういう状況なんだろう。まあ失神して意識が朦朧として、もっと普通の浅い呼吸でいいかな。そうだよね。いろいろ相談しながらやるんだ。多分気を失ってるんで抗わないで、ね、寝てるぐらいの方がいいと思う。あ、全然違う、うん、すぐできんのはすごいね。ありがとう。どうですか。ああそういいと思います。はい、はい、イカさん、エレンも、エレンも殺そう。うん、難しいねこのロールは。あら、このロールが山だと思って1095。なんか自分が戦う意識がなく聞こえちゃった、はい、うん、もう少し重さがあるというな。言葉を重く、どうやってやんの。ミカサ、エレン殺そう。悲壮感とか悲しみ入れるんじゃなくて、一番自分に聞かせながらの絞り出しになるかしら、はい、やってみます。うん、エレンを殺そうっていう、はい、一番あの口にしたくなかった言葉を絞り出すっていう感じにしたくて。難しい。ミカさん、エレンを殺そう。そうなるか。エレンを殺すっていう、そこに一番圧がかかるといいんだけど。はい、エレンを殺そう。ちょっと泣きが強すぎる。うわー、違うの。ミカさん、エレンを殺そう。はい、カット。OK、OK。ミカサ、エレンを殺そう。違うもんだね。はい、カメさんお待たせ、1279。ほう。ファルコの飛来物に注意しろって言うんで、どうすんの、あれかっていうことの、これ気づきで、はあ
細い線を入ってくよ、うん、抜けようとするよ。分からんって、ね、すごいな。どうするんだこれ。どうでしょう。あ、よかったと思います。すごいね、うん、ダッシュは入れたいかな。飛び込むところまで1754。ん、びっくりマーク3つしか入ってないじゃん。クリマーク見ててそうなんの。オッケー。オッケー。オッケー。すげー。